百年戦争とジャン・ヌ・ダルク第2回は、史上最悪の王妃、イザボー・ド・バヴィエール事件は、1392年8月4日、ル・マンの森で起きます。国王の長身であった、フランス王軍司令官の暗殺未遂事件が起こり、シャルル・ロ世は、犯人が逃げ込んだブルターニュに進軍していました。 そしてル・マンの森で出会った恐ろしい行走の男が王に大声で叫びました。それより先に行ってはなりません。裏切られるからです。驚いた国王の故障が思わず槍を落としてしまいます。その槍はもう一人の故障の兜にあたり金という金属音を出します。その途端 国王は剣を抜き、一刀のうちに槍を落とした古書を斬り殺し、さらに従者に無差別に襲いかかり、四人もの犠牲者を出したのです。これがシャルル六世が発狂して起こしたルマン事件です。この絵は、ルマン近くの森で、狂気に囚われたシャルル六世を描いています。シャルル六世は、 その後一旦回復しますが不安定な精神状態が続きますそして1393年1月28日再び事件が起きますこの日パリのサンポール館で仮想舞踏会が開かれましたこの舞踏会においてシャルル6世は5人の貴族と共に野蛮人に奮してダンスを披露その際 シャルル6世の弟、オルレアン公ルイが、会場に持ち込んだ松明の火が、野蛮人たちの服に燃え移ります。ダンスを行った6人のうち、4人が消死しましたが、シャルル6世は、ベリー公爵夫人が起点を利かし、国王マントですっぽりくるんで、炎を消し、ことなきを得ました。この舞踏会は、燃える人の舞踏会、 と呼ばれます。この絵はそれを描いていますがシャルル六世がどこにいるかわかりますかここを拡大します。これは燃える貴族たち。ベリー公爵夫人に助けられたシャルル六世はここです。この事件をよりリアルに描いたのがジョルジュ・ロシュグロスのこの作品。 燃える貴族たちと共に、ベリー公爵夫人の衣装にくるまれたシャルル6世の精神異常をきたした表情が印象的です。この事件後、王の症状は悪化の一途をたどり、事実上政務を取ることは不可能となります。剣王シャルル5世の息子が、強王シャルル6世とはまるで金域ですが、事態は深刻でした。 国王が発狂し国の政治を取り仕切る人間がいなくなると幅を利かせたのが叔父のブルゴーニュ公フィリップ二世と国王の弟ルイ・ドルレアンオルレアン公ルイですこの木を捉えて二人は権力を手にするためにそれぞれの自説を主張「叔父ブルゴーニュ公は王妃イザボーが国王の代わりに統治すべし」と言い 王帝ルイ・ドルレアンは自らが摂政になると言い張ったのです狂気の王はブルゴーニュ皇の意見を採用しここに王妃イザボーが宮廷一の権力者にのし上がったのですもちろんブルゴーニュ皇は彼女を通して国政を操ろうと考えていたのですがところが1404年流行病のために フィリップ二世はあっけなく死去。これを知ったイザボーはどうしたでしょうか。なんと、新たな被護者を求めて、王帝ルイ・ドルレアンと女を通じるのです。イザボーと結びついたルイ・ドルレアンは、宮廷内でわが物顔に振る舞うようになり、これを面白くないと思ったのが、先に病死したブルゴーニュ公の息子、ジャン・サンプール。 1407年11月ジャンはついにルイを暗殺しますそしてジャンはイザボを自分の愛人にするのです怒り狂ったオルレアン皇側は殺されたルイの息子シャルルとその義父アルマニャック伯爵を中心に結束し王太子を味方につけてブルゴーニ派に対し戦いを起こすのです。こうして、 アルマニャック派対ブルゴーニュ派の内戦が始まるのですこのようなフランスの情勢を見てイギリス国王ヘンリー5世は戦闘を再開する好機と判断し兵を率いてフランスに乗り込んできましたそして1415年結束して敵に当たることのできないフランスはアザンクールの戦いで大敗 ヘンリー5世率いるイギリス軍7000名が、長久隊を駆使して数に勝るフランス諸公軍2万名の重装機兵を破ったのです。祖国の危機を前にして、アルマニアック派とブルゴーニュ派の間に和解の動きもありましたが、1419年、今度はブルゴーニュ港ジャン・サンプールがパリ近郊のモントローバ市で、 王太子シャルル配下の者に暗殺されます。モントロ暗殺事件です。愛人を失ったイザボーと、父を失ったジャン・サンプールの息子、ブルゴーニュ公フィリップル・ボンは、王太子シャルルへの憎しみを募らせます。この暗殺をきっかけに、二人は直ちにイギリス側につき、何が何でもシャルル王太子を王座にはつけない、 という決意を固めますこのようにしてフランスとイギリスの百年戦争は思わぬ展開を見せるのですそして二人は1420年イギリス国王ヘンリー5世とトロワ条約を結びますこの条約でヘンリー5世がシャルル6世とイザボーの娘カトリーヌと結婚することシャルル6世の息子としてヘンリー5世がフランスの相続人となることが定められました こうして王太子シャルルからフランスの王位継承権を奪ったのですこれは1420年6月2日にトロワで行われたヘンリー5世とシャルル6世の娘カトリーヌの結婚を描いていますこれによってトロワ条約体制は完成しましたこれはトロワ条約当時のフランスの勢力地図です ヘンリー5世とカトリーヌの結婚の翌年1421年12月6日2人の間に男子が生まれますが1422年8月31日ヘンリー5世が死去後を追うように同年10月21日シャルル6世が死ぬとイギリスはまだ1歳にも満たないヘンリー6世にフランス並びにイギリス国王を名乗らせ戦争を続行します。 一方王太子シャルルもブー・ルージュを拠点に宮廷を構えフランス国王シャルル7世を名乗ってイギリス軍を受けて立ちますこうしてフランスに2人の王が誕生しいよいよジャンヌ・ダルクの出番が来るのですここで一言ヘンリー五世について触れておきます。ヘンリー五世は、 イギリス人の人のの気投票でで一番の王ですフランスとの百年戦争でフランス側の英雄がジャン・ヌダルクならイギリス側の英雄はヘンリー5世そしてその大きな理由はあのシェイクスピアがヘンリー5世で史上最高の名君として描き出しているからです。確かに 百年戦争においてフランスが真に国家存亡の危機を迎えるのは、1413年に即位したヘンリー5世がフランスに侵攻してからです。しかし、イギリスでの人気の高さは、シェイクスピアが作り出した若き日のヘンリー5世のイメージに由来すると思います。彼には、コーター史時代にハル伝説と言われるものがありました。ハルはヘンリーの愛称です。 ロンドンの下町の居酒屋で飲んだくれたり、追いはぎ強盗に加担して牢獄に入れられた、とも言われます。そんな宝刀息子ぶりを見せていた王子が、王座についた途端に、明君になるのです。若き日の織田信長が、大宇津家と言われていたのと似ています。鬼平繁華町の長谷川平蔵も、若彼氏頃は、本庄の鉄と呼ばれ、宝刀生活を送っていました。 そしてその落差がヘンリー5世のキャラクターを魅力的にしたことは確かです春王子が青春の日々を共に過ごしたフォルスタッフはシェイクスピア作品の中でも一番と言っていいほど魅力的なキャラクターです